はいどうも、今回は、今後アップする予定のキットの紹介をざっくりとしていきます。今回はね、結構多いとレアものばっかりです。ではね、見ていきましょう。まず一つ目、ご依頼いただきましたありがとうございます。タミヤのね、再生産になったばかりの、バラードスポーツ無限 CRX プロ、これはもうボディの塗装も終わってクリアも拭いて研ぎ出し待ちみたいな、そんな感じの状態になってます。次はこちら、こちらもご依頼品ですね。レベルの BMW M1 プロカー、これですね、これはね、もともとエッシーの金型のキットだったはずですが、これもね、ちょっと前、何年か前にね、まあ、の何台かまとめて組んだことあるんですけど、これ久しぶりに組みます。次はこちら、長谷川のよろしくメカドックのね、松田サバンナチャンプ RX7、那智さんの SA ですね。これはね、ちょっとね、ホイールを今どうしようか悩んでて、でそれでちょっとすぐには手つけられないかなというふうに思いますが、これもやります。次はこちら、これもご依頼品ですね、ありがとうございます。タミヤのトヨタトムス 84C ですね、これも移転前に1回だけ組んだことがあるんですけど、まあ、これもね、吸盤の方のキットですけど、やっていきます。次はこちら、こちらもご依頼品ですね、ありがとうございます。今井のミラージュ GLS、 これもですね、まあ、ちょっとオリジナル仕様みたいな感じで作ってっていうご依頼ですね。どういう風になるかな、まあ、とりあえずこれもやります。こちらもご依頼品です、ありがとうございます。タミヤの三菱パジェロ92年だ、パリールカップ優勝者、これですね、これもね、やりますが、これもね、まあまあちょっとすぐには手つけられないかもしれないですけども、これもやります。これご依頼品です、ありがとうございます。71チェーサー、富士見の71チェーサーですね、これです。これはね、ちょっと先になるかな、下手したら来月になるかもしれないんですけれども、これもね、ご依頼いただきました。続いてはこちら、これもね、長谷川の限定再生産で再生産されたばかりじゃないかな、タミヤのね、あ、タミヤじゃないわ長谷川のダットラの、日産サービスカー。ダットラ自体がね、もうね、何年も組んでないかな、最後に組んだのはね、後期型が出てちょっとしてぐらいの時ぐらいから組んでないので、かなりこれも久しぶりです。これもやる予定でいます。ご依頼いただきました、ありがとうございます。青島のグラチャン89の430セドリック、430のね、このオーバーフェンダー付きのはまだ組んだことないんですよね、まあ、とりあえずこれもやります。ご依頼いただきました、ありがとうございます。タミヤのボルボ850エステート BTCC、 ちょっと前にね、セダンの BTCC、 850のね、セダンの BTCC やりましたけど、ワゴンの方もご依頼いただきました。次はこちら、ご依頼いただきました、ありがとうございます。丸井の、フェラーリ 308GTB、 これをやっていきます。これもやります。ちょっとね、これはね、タイヤが溶けちゃってて、今それをどうしようかっていう状態になってて、ちょっとすぐには手つけられないですけども、これもタイヤとかがね、いいのが見つかり次第やろうかなというふうに思います。そして最後のはね、でかいです。こちら、富士見の12分の1のアクセスシリーズのね、3人の GTR、 これをまあちょっとノーマル戻し、まあ今ね、ノーマルのキットがね、生産されてなくて、ノーマルで作ってほしいというご依頼なので、これもやります。というわけでね、全部で12台です。これ以外にもね、ご依頼いただいてるやつもあったりとかするので、だいぶ先になっちゃうものだとか、間にちょっと別で入るものとか、そういうのも出てくるかもしれないですけれども、とりあえずね、やっていきます、頑張ります頑張ります。多分一番最初はね、このね、バラードになると思いますけどもね、その次はちょっとまだどれになるか分かりません。じゃあね、こういうのはいろいろやっていきますので、よかったらチャンネル登録していってください。まあいろいろこういうのもやりますので、よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました、まあ、気長にお待ちください。どれがどういう順番になるかはまだ決まっていません。